や最高ですね。最高だね。最高ね。楽しいね、ライブやっぱり。楽しい。どうですか、ジュニちゃん。いや、もうめっちゃ皆さんが一緒に盛り上がってくれるので、本当嬉しいです。やばい。女子大生が喜んでおりますよ、皆さん。なかなかこんな女子大生を拝めることはないね。今、夏休み中です。新人ちゃん喋っててくれないかな、今ちょっと。誰か休み、今ちょっと休みます。ちょっとジュノさんちょっとね、休んでもらって。やっぱ4人もらってもうみんな喋ってもらってさっき肌、何肌ちゃんっていうか連続で。そうですね、やっぱ汗かくし。あ、いや、あのさ、あの最後の肌ちゃん、あれ、もう一回チームで一番ギャルなサイバーのハラちゃんです。強いメンタルでございます。とっても強いメンタルでございます。期待の新人ハラちゃんでございます。タバカルの皆さん、あの大トリなのでちょっと喋りすぎて押しても大丈夫ですよね。今から多分喋りすぎちゃうと思うんですけど、みんな終電気にする年じゃないから大丈夫だよね。素敵ですね。素敵ですね。みんなあったかいね。あったかい。みんな最後を待ってきてくれたんですか、最後まで。ありがとう。愛だね。愛だね。すごい、今日の曲、皆さん知ってくれてましたか、歌った曲。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとう。では、そんな皆さんに、とっておきの情報でございます。ででん。私たちサイバージャパンダンサーズにとって2度目のワンマンライブが決定しました。ワンマンライブということはもうね、本当に最初スタートから最後まで、あの私たちオンリーのイベントでございます。はい、踊ったり歌ったり、ね、だってゴーゴーダンサーチームがあのワンマンライブをするっていうのは世界初のことなんですよね。すごい。何様、そうなんです。ゴーゴーダンサーグループがワンマンライブしちゃうんですよ、皆さん。素晴らしい。いや、ありがとう。本当に皆様の支えがあってね、こうやってワンマンライブをすることができます。はい、ぜひ見に来てほしいですね。はい、大切な日付なんですけれども、11月4日です。川崎のクラブチッタで開催いたしますので、ぜひ皆さん応援に来てください。新しい曲とかもう全部いろいろ今までの全部入れるんで、多分すっごい大量に。そうだよね。そう、バッドラブだけじゃなくて、今もねたくさんね、私たち新曲今レコーディング中なんですよ。それに向けて結構本気でみんなでこのメンバーでも頑張っていくので、はい、あのぜひ応援よろしくお願いします。チケットはあのメンバーのみんなの SNS とかホームページから購入できるので、ぜひ遊びに来てください。絶対来てください。絶対来てください。締めっぽい感じじゃなくても明るい ね、 そうだね。私サイバーのバンダーサーズみたいな感じな例の曲でございます。例のみんなと遊ぼうよでございます。遊びたい気持ちがたくさんでね、はいはいはい、最後遊びましょう。みんなで遊ぼうよってな感じで最後に入れさせていただきました。それではミュージック。